私この3つは本当に働く女性がつける気分を上げていくためにつけるリップの色味だなと思ってて。どうも皆さんこんにちは、ゆうりでございます。皆さんこんにちは。はい、ということでですね、皆さんめちゃくちゃこの角度久々な感じがするんですけれども、最近ねずーっと Vlog ばっか撮っていましたので、今日はねでもちゃんとした皆様にシェアしたいことをね持ってきて、お話しできればなと思っております。はい、ということでこの格好とかね、題名も見ても全然わかってる方も多いかと思うんですけれども、私がこの間ドラッグストアに行ってね、いろいろねまあ漁っていたんですよ、商品を。でそこでね、うわこれめっちゃいいっていうねものがありまして、そちらがですねリップになるんですよ。リップというかグロス、違う、口紅みたいなものになるんですけれども、もう取れにくいし、発色がもうめちゃくちゃおしゃれだし、しかもコスパがめちゃくちゃいい、この3つを兼ね備えたものになりますので、そちらを皆様に紹介していきたいと思います。あ、見えたね。それではどうぞ。こちらです。メイベリンニューヨークのスーパーステイマットインクというものになっております。私はこちらの3色を購入しました。135番と130番と210番のものになるんですけれども、もうねこれを見た時にね、あ、ちょっと本当に落ちないのかな、もう言うてね全然落ちないとかって言ってきても、まあ私今までね散々いろんなリップを使ってきて、もう本当にリップマニアって言っても過言ではないんですが、なんかそんなもの、まあどんなね、やっぱりティントとかでも取れはしてしまうっていうのがあったので、まあそれは仕方ないと思ってやってきてたんです。でさ、疲れてくるとさ、どんどんさ、化粧直しの時間とかもさ考えられなくなってくるじゃん、働いてると。でなんか気づいたら唇の色なくなってめっちゃ老け込んだ顔になってるとか、あ、めっちゃ顔の色なくてなんか怖いとかってなってるのってさ、もう本当にもう散々なわけですよ、そういう状況は。だからトイレ行ってわってなって、でもリップ持ってきてないし、またリップ取りに行ってまた塗るとか、もう本当にめんどくさいので、もうできるだけねこう直しを必要にしたくないし、もうずっと色は出てきてほしいわけで、私も今ちょっと色あるけど、これはちょっとその血色がいい時期で、疲れてると本当に色とかなくなるじゃん。だからそういったのを隠すためにもこの3つはねめちゃくちゃいいのでですね、もう早速皆さんに紹介していきたいと思います。で私これね、もう結構ねもう 3,4 日間ぐらいずっと使ってるんですけど、本当に落ちません。あの落ちるって言っても、まあ確かに激しめのパスタ食べたりとかしたら落ちるんだけど、基本的にあんまり落ちない。で使い方のコツもあったので、公式ホームページを見ながらちょっとみんなに紹介していきたいなと思います。はい、まず最初にご紹介するオイル味が210番のバーサタイル、すいません英語の読み方が全然わかんないんですけど、こちらのお色味になっております。でね、この色味はねめちゃくちゃね使いやすいなんかものになってると思っていて、こんな感じ、色味はねこんな感じの色味になっています。じゃあ早速塗っていきたいと思います。これはねどこにでも使えるね、結構ベージュ売りの色らしいので塗っていきたいと思います。あの綺麗に塗りたい時とか、なんかちょっとしっかりめに塗りたい時は縁をしっかり塗ってから塗るっていうのがいいらしいです。そうだ、それでね私事前になんだけど、このボリカのいつも使ってるリッププランパーあるじゃないですか、これをねちょっと事前に塗ってます。でこれを塗らない方がきっとなんか長持ちしそうなんだけど、若干薄く塗って、まあしっかりこれ塗ったらねめちゃくちゃね、あのこれってなんかディオールのマキシマイザーと同じぐらいのもうなんかもう威力持ってるプチプラコスメなんで、これも前に紹介したんですけど、もうめちゃくちゃいいので、私もヘビロテのロテロテってしてるんですけど、これを塗って若干こう消しオフする感じって感じで使ってます。では塗っていきたいと思います。210番バーサタイル、できました。はい、できました。皆さんめちゃくちゃ肌なじみが良くない？これなんかすごい何にでも
しっかりと馴染むような唇の色なので、本当にオフィスでなんか結構洋服がカジュアル系、ちゃんとしっかりオフィスカジュアルとかでしっかりしないといけない人とかはこのベージュ系なんでね、この210万のバーサタイル、もうよく読み方わかんないんですけど、これはもうめちゃくちゃおすすめなんじゃないかなと思ってます。何にでも合うし、でこの塗り方のコツとしては 2,3 分しっかり乾かして使うことがより色を長持ちさせるっていうらしくって、私もね最初の方分からずに使ってて、やっぱここがちょっと薄くなったりとかはしてたんだけど、それでも全然ティントとかとは全然違うぐらい持ちが良かったから、いやマジでおすすめ。うん、あとはまあこれ1500円ぐらいなんですけれども、価格もねそれもまたいいですよね。普通リップってこう2000円ぐらいとかさ、落ちないものとかになってくると2000円3000円っていいものはしてしまうと思うんだけど、もう1500円なんで2本買っても3000円1本分ぐらいの値段になるので、私はぜひぜひおすすめです。こんな感じで、やっぱねデメリットとしては若干ちょっとやっぱマットだから乾燥してきたりとかするっていうのがあるのと、若干最初の方はペタペタする。うん、これをしっかり乾かすことによって本当にオチが取れてくるんだろうなっていうのがあるから、だからしっかり乾かすっていうのがすごい大事なんじゃないかなと思う。でどうしても気になるベタベタ感気になるって人は一回こういう風にティッシュオフしてもいいかもね。これぐらいはついちゃうんだけど、でも普通さペットボトルとか飲んだらさ、グロスとかだったらさベタってくっつくじゃないですか。それがマジでないから、もう私はもう感動してる。もうコーヒーとか飲んでもそんなにめっちゃベターってくっつくわけではない。なんかそのあるじゃない、普通にやってこうベタってくっつくの、そんなくっつかないです。でみかんとか食べても全然落ちない。この間インスタライブしてたんだけど、そこでいろいろ食べても全然落ちなかったから、うん、あの時の動画ちょっと載せるわ。うん、そうこんな感じなんだよね。だからそうみんなにもぜひ使ってほしい。まあその、まあ、これ1本あればなんかいいんじゃないかなと思う。1500円なのでね、一回みんな買ってみて使ってみるっていうのはどうかなと思う。でも乾燥とかがほんと嫌いな人はやめた方がいいかなと思うけど、まず第一に落ちないからね、歯にもつかないから、うん、最高と。はい、あデメリットの部分言い忘れた。それは落ちにくいがゆえにめっちゃこれ落とすのが大変っていうところ。もうしっかりと綺麗に取れるような、なんか化粧落としじゃないとなかなか難しいかも。でこれ専用のなんかリムーバーみたいなのもあったから、それもねぜひねちょっとチェックしてみるといいかもしれない。私そういうの買ってなかったんで、私はこちらのVT さんからいただいたこちらのですね、最近めっちゃ使ってるんですけども、シカオイルの入ったシカクリームとかシカの成分が入ったクレンジングティッシュになるんですけど、これもねめちゃくちゃいいんだよね、刺激が少なくて。ではこれを使っていきます。はい、取れました。結構時間かかるのでね、みんなも気をつけた方がいいかなと思います。続きましてこちらです。ででーん、130番セルフスターターというお色味になっております。これもねめちゃくちゃねよくって、どっちかっていうと210が若干そのオレンジ味が強かったとしたら、こっちはちょっとなんだろう、130番の方は若干赤系もしっかり入ってピンク系も入ってるような感じになるので、まあちょっとこれはいろんな服に合うものだと思うんだけど、こっちもなんかちょっとガーリーな感じにしたいって時はすごくいいんじゃないかなと思う。これとこれはねすごくねどこにでも使える色味だと私は思いますよ。使っていきたいと思います。でねスパチュラの方もねすごくね使いやすいんだよね。縁取りやすい、こう先っちょがこういう風になってるからめちゃくちゃ描きやすい。なんかヘナヘナしてたりとかしたらなかなかこう縁をしっかり綺麗に取るのって難しいと思うんだけど、それができるタイプになってます。はい、できました。
いかがでしょうか。これはね、さっきのよりもやっぱりちょっと赤みが強いというか、しっかりめに色が出るタイプかなと思う。でもすごくなんか大人っぽいピンクっぽさっていうのが出るので、めちゃくちゃ良くない？これもまた私この3つは本当に働く女性がつける、こう気分を上げていくためにつけるリップの色味だなと思ってて、やっぱりこうお固めのスーツとかになってくるとちょっと難しい色味かもしれないので、この色味とかね、そのさっきの210番を使ってみるのがいいかなと思うし、あと他にはね、もっといろいろ色味がね、他にも10個以上あったので、それも見てみるといいと思うんですけど、でもこれはね、オフィスカジュアルだってカジュアル系を着れるっていう方々はちょっと固めのカジュアルさでもすごい使える色味かなと思う。でアイメイクは私いつもこれ会社でしていくメイクなんですけれども、それにも合うからね。いや、めっちゃいいやん。これ、この色味やっぱこうやってカメラ映してもいいな。めっちゃテンション上がるんだけどね。リップ違うってテンション上がるよね。130の色味はこんな感じ、こっちの方の感じね。だからちょっとこのオレンジ味よりも赤みがちょっとあるような、ピンク味があるような感じになっています。そして最後にこちらです。135番のグローブトロッターというものになっております。イエーイ。いや、こちらね、私が一番好きな色味で、一番こうベージュ味に近い色味なんですけれども、でもちょっとね、茶色っぽいというか、あの、なんて言うんだろうな、こう今時の茶色味、オレンジ味っていうのが入ってて、私はすごく好きな色なので、ちょっとつけてみたいと思います。色味的にはね、わかるかな、最初つけたのは結構オレンジっぽくて明るい感じ、何の色味にも合いそうな感じなんだけど、でもこの真ん中のものはちょっとピンク味があるやつね。130一番こうオレンジとかなんか茶色っぽい色味があるのが今時な感じですよね。はい、ではつけていきたいと思います。これつけたらね、一気におしゃれ顔になるんで、マジで。できました。はい、できました。皆さんいかがでしょうか。もうめちゃくちゃなんかこのおしゃれに決まる感じ、わかります？このオレンジっぽい、なんか茶色っぽい感じ、ベージュっぽいんだけど普通のベージュじゃない感じで、赤すぎない感じ、わかる？これ、私はね、この1番135番が本当にお気に入りで、これなんかプライベートでも仕事でもこれ使っちゃってます。だってこれ使ったらなんかアイメイクが薄くってもここがしっかり生えてくれるから、なんかすごくちゃんと化粧してるようなイメージだし、逆にアイメイクをちょっと薄くしてこんな感じで色味をこうしっかり縁取ってこうパッてやるのって、なんかまたさらにこう今時な感じがする、スモーキーな感じじゃないけどモードな感じ、わかんないけど、でもすごくお気に入りです。どうでしょうか。でこれでね、色味だけじゃなくて落ちないっていうのがあるから、私はもうなおさら本当に大好きで、もう早くみんなに紹介したいなと思ってやってきた次第でございます。はい、すいませんね、なんかこんな感じで熱弁して、なんか最近こういう動画全然撮ってなかったからこれでいいのかなっていう不安しかないんですけれども、ぜひね、ちょっともう参考になった方がいらっしゃいました、気になった方とかいらっしゃいましてね、まあ1500円くらいなら出してもいいだろうっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ使ってみるのがいいんじゃないかなと思います。でよく乾かして、でまあね、そのなんだろう、本当に何食べても落ちないよみたいなことは全くないんですけれども、まあなんか普通にコーヒー飲むぐらいでは全然落ちないし、あのコーヒーのスタバのカップとかにベチョーとはつかない、まあつくけどベチョーとはつかないみたいな感じだから、もう私今までそういう経験しかしてこなかったから、もうこれぐらい取れないっていうのは私の中では上出来で、この価格でね。だから皆さんにもぜひ、ちょっと気になる方がいらっしゃいましたら使ってみるのはいかがかなと思いました。以上、いいものだけをお伝えするゆうりのクリーン YouTube
今日はここまででございます。皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。またなんか他に知りたいものとか、これ試してみてくださいっていうものがあったら、私実験台になってちゃんと正直な話をね、どん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 伝えていきたいと思いますので、皆様コメントのほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。